いや昨日はですね、いろんなことをやりましたね。まあ、トップバズもやり、そして、私ね、ツイッターの方でイベントをやってまして、イベントというかプロジェクトですね、プロジェクトをやってて、まあ、そのプロジェクトのプレゼントですね、世界に一つしかない鴨語録日めくりカレンダーというね、これは、まあ、予祝日めくりカレンダーと、まあ、似たようなものなんですけども、まあ、鴨頭義人さんから学んだ鴨語録、まあ、言霊ですよね、言霊を、まあ、私が32年間続けてきた、まあ、筆文字で、まあ、筆で書いた文字でね、世界に一つしかないカレンダー、日めくりカレンダーを作るっていう、それをプレゼントするっていうプロジェクトをやってまして、それを、お昼かな、お昼にやったのかな、お昼にやって、そしてトップバズもやり、で新アカウントも作りましたね、昨日新アカウントも一つ作って、インタビューの新アカウントを作りました。インタビュー一度高単価アカウントになったんですけども、途中で、単価落ちした、5日目ぐらいに単価落ちしたのかな、3000円ぐらい、4000かな、4000円か3000円かぐらい行って単価落ちした、インタビューのジャンルアカウントなんですけども、まあ、これに再度チャレンジしてみようということで、新しいアカウントも作り、でそしてあとは、まあ、建築職人ですよね、建築職人の、アカウントにも動画を投稿して、まあ、いろんなこと昨日やってて、で動画を、ね、撮る時間が全然なくて、いやーね、一日いろんなことやっててね、動画撮らないっていうのはね、いやまあまだまだ 私もね修行が足りないなというところで、早速今日こうやってね動画を撮っているところです。でまあ、予祝アカデミア生の方々については、順次ね、やってます、準備してます。ぜひね、もう少々お待ちいただいて、一気に商品をねお渡しできるわけではなくて、まずはまあ設計図、そして、設計図2000万の設計図だったり、マインドセットの究極のマインドセットですよね、の動画だったりを、お渡ししていこうというふうに考えてますので、もう少々お待ちいただければなと思います。はい、それではね、近況報告でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。